では、今後の行動について改めて確認させてもらうかの。千歳、新、そして琴浦。なあ、はい、お主たちは会津に向かい、上杉家が戦支度をしているという噂の真偽を確かめてくるのじゃ。任せとけって。くれぐれも私の足を引っ張らないように。物見遊山に出かけるわけではないのですからね。するわけねえだろ。つうかお前こそその格好で行く気か。人目につかないでほしいもんだぜ。しかし本当に俺と信が行っていいのか。東国のことなら和也の方が詳しいんじゃねえの。今回は事情を知らぬ者の目で判断した方がいいだろう。俺では先入観を抱いてしまうからな。なあ、俺も一緒に行かせてくれ。いきなり何を言い出すのです。我々と一緒に来てどうしようというのですか。だって俺が疑われてるのはその賊のせいなんだろう。そいつをとっ捕まえれば俺の疑いを晴らすことができるってことじゃないか。そうは言われても千歳の重りだけで精一杯なのに、これ以上同行者を増やす余裕などありませんよ。おい、重りってなんだよ。お前の世話になんてならねえよ。今のセリフ取り消せ。なあ、頼むよ。あんた方が一族の名誉を背負ってるのと同じように、俺も初下一族の名を背負ってここに来てるんだ。だから早いうちに疑いを晴らしておきたいんだよ。頼む、同行を許可してくれ。同行させてやってはどうじゃな。まだ千鬼丸が犯人だと決まったわけではないし、お目を注ぐ機会を与えてやるべきではないかの。そうは言うても、もしかすると我々の目を盗んで逃げ出すつもりかもしれんのだぞ。わかった。はぐれ鬼とはいえ、お主も一族の名誉を背負ってここに来ておるのは変わりがないからの。外出の許可を出そう。ただし、お主には和也と共に伏見城へ向かってもらう。伏見城に？以前賊が姿を現したのは伏見城だということじゃからな。そこに行き賊につながる情報を集めてきてもらう。ああ、わかった。月島、お主も共に行け。この二名だけでは手が回らん部分もあるじゃろうからな。そして和武じゃが、お主には今回ここで待機してもらうことになる。現状打破のため
情報を集めるのも大事じゃが、痩せの里を空っぽにするわけにはいかんからな。和武、どうしたのじゃ。悪い、ちと考え事をしててな。何の話だったんだ。なんだ、お前らしくもない。お前にはここで待機してもらうことに決まった。問題ないな。なあ、問題ない。それでは支度をすることにしますか。会津までだと長旅になりそうですしね。考えてみりゃ東国に行くのなんて初めてだな。東国ってかなり田舎なんだろう。まともな道とか橋あるんだろうな。千歳、不用意なことを言うと東国に里を持つ棟梁の怒りを買う羽目になりますよ。九州の片隅に住んでいる者に何を言われたところで気にもならん。なんだよその言い方。俺だけじゃなく九州に住む鬼全員に喧嘩を売ったと考えて問題ねえな。俺が喧嘩を売ったのはお前に対してだけだ。九州の鬼を中傷するつもりはない。そうそう、千歳なんかに意見を代弁されたら九州の他の鬼たちが怒るだろう。てめえまで何言ってんだよ。俺以上に棟梁らしい棟梁がどこにいるって言うんだ。言ってみろ。お前たちつまらぬ喧嘩をするでない。鬼同士で相争うなど。いやいや、喧嘩するほど仲がいいというではないか。千鬼丸も皆に馴染んだようじゃし、何よりじゃ。さてお嬢、お主はどうするのじゃな。ここでわしや和武と留守番をするかの。それでは行くことにするか。なあ、まだ着かないのかよ。もう随分と歩いたし、まだ時間がかかるなら少し休もうぜ。バカ者、何が休もうだ。伏見まであと三里もない。これ式の距離でへこたれるとは。仕方ないだろう。ここんとこずっとあんたらの里の敷地内で自由に動けずにいたんだ。体が鈍ってるんだから、いきなりこんな長い距離を歩かされたら疲れるのは当然だろう。それに見ての通り、俺はあんたらと違って体も小さいんだぜ。歩幅の違いだってあるし。それを言ったら俺はどうなる。皆よりも老いぼれておるが、しっかりと前に進んでいるぞ。そりゃそうだけどさ。ん？なんだよ。お前も歩けって言いたいような顔だな。はあ？嫌だよ。女鬼におぶられるなんてごめんだね。では、和也に背負ってもらえばどうかの。俺がこいつを？本気で言ってるのか？この中でわらじでもなく年寄りでもない男はお主だけだ。
おい、誰がわらじだ。断る。俺だってお断りだ。おぶってもらいたいなんて思ってないし、少し休みたいだけだ。それに2本も刀を刺してるやつにおぶられるなんて足場が悪くてたまらねえや。ああ、その通りだ。そこまでわかっているのならば文句を言わずに歩けばいい。お前がついてきたいと言ったから連れてきてやったんだぞ。小言を言っとらんで、俺、歩け歩け。分かってるって。どうした？俺の刀に何か？幼い頃からだ。ああ、そうだ。この刀は先祖代々伝わってきたもので、名を大通連と小通連という。俺の一族では、棟梁となる者はこの二つの刀を扱えなければならない。木を作らずに扱えるようになるには相当の努力が必要となる。それも気が遠くなるほどの時間がの。その上で和也の剣技は一族の技に独学も加え、かなりの域に達しておる。長年の訓練の賜物だ。ああ、都合が合えば俺は別に構わない。うん、修行に熱心なのは何よりだ。なあ、やっぱりお前ってさ、普通の女って感じじゃないよな。女である前に棟梁だって言うんだろ。そのセリフいい加減聞き飽きたぜ。お嬢には女の作法よりも稽古ばかりつけておったからの。流行りの着物よりも刀に目がいってしまうのだろう。少しは裁縫や洗濯など女子らしいことを教えればよかったかの。本人が満足しているのなら問題はないと思うが。でもそんな様子じゃ嫁がせるまでまだ時間がかかりそうだな。でもあんたより若い娘が嫁に行ってるのも珍しくないぜ。そこが問題だな。年頃となったことだし、嫁がせてやりたい気持ちもあるが、かといってどこの馬の骨ともわからんやつには任せたくないしの。ああ、じいさんもそんな調子なのかよ。ダメじゃねえか。まあせいぜい生き遅れないように気をつけな。
じゃあさっさと行こうぜ。どう見ても歩き疲れたようには見えないな。声を出して元気が出たんだろう。俺どうした？お嬢もぼんやりしておらんで、早う歩くんだ。